皆さんこんにちは、さゆりさこころです。今日は新たに新兵器を購入いたしましたのでお知らせしたいと思います。でニコンから出ました、まあ結構1年くらい前に出たのかな、クールショットプロスタビライズドスタビライズド合ってるかな、スタビライズがついてる距離計を新しく購入しました。イエーイ。はい、まあ私以前使ってたものは結構まあ何代目前ぐらい、2、3代目前ぐらいのものででしてね、ものででしてねって変ですけど、ものだったので、そうですね、中の色がちょっと見にくかったりとか、まあ結構汚れも目立ってきていたというのも理由の一つではあります。でもそれだけではないんです。なぜ今回このニコンの新しいものを購入したかと言いますと、この機能ですね。高低差を距離計でよく測ると思うんですけど、皆さんもなんと試合で距離計今後使えるようになった時に、このニコンのクールショットプロなら私今高低差見てませんよサインがなんと出るんです。ここにすごくないですか。なので、あの周りの方から見ても、あの人今ちゃんと直線距離しか測ってないなみたいな感じが分かるらしいので、すごくこう競技のゴルフするのに向いてるなと思いまして、この新しい距離計を購入しました。はい、まあ、その他にもたくさんこう進化したところがありましてですね、そこをちょっとささっと紹介していきたいと思います。まずすごくちっちゃくなりました。軽いです。私が使ってるものより全然軽いです。で長さもこれくらい違いますかね、はい、すごくコンパクトになりましたね。はい、そして手ブレ補正がすごくつきました。それがスタビライズっていう手ブレ補正の機能がさらに進化したという、はい、で以前はこの距離計の中はブラックだったんですけれども、今回からはこういうね、赤い表示に変わっています。中が、はい、ですごく見やすいです。はい、実際に外でも使ったんですけれども、すごく見やすかったです。これでさらにですね、よく距離計使ってて間違えて後ろの林とか奥の物体に当たってしまって、あれ100ヤードないのみたいなことありませんか。皆さんは、私は結構何回かの動画の中でもあったんですけれども、そのミスを減らすためにですね、この緑色のこのサークルですね、これがついたことによって後ろに当たってるか当たってないかっていうのがすごい分かります。はい、手前にあるピンフラッグの距離を優先的に表示します。これがもうピンフラッグしっかり測れてますよっていう表示で、確かに後ろの林に当たってる時はこの円が出てこないんです。でしっかりピン測れた時にこの緑色のサークルが出てきた感じがしましたので、これはすごく後ろの林とかこれから測って距離を間違えることもなくなるのではないかと思いました。あと、まあ、さっき言ってた私は今直線モードですよ、高低差使ってませんっていう場合にどうなるか今から試します。じゃあまずこう見ますね。ピピ、どうですか。ほら、この緑色見えますか、この点滅がこうなりますのでね、これで私は今直線距離しか測っていません。中もすごくシンプルになっていて、直線のヤーテージが下に表示されるようになってます。はい、この中はちょっと皆さんに見せれないのでちょっとこういう伝え方になるんですけど、なんとね4つもモードがあるんですよ。その全部があるのが G モードで、直線距離だけっていうのが D モード、直線距離と高さっていうのが A モード、
で水平距離と高さっていうのが H モード、この4つもね、機能がついてますので、自分に合ったスタイルでぜひやってみてください。私直線モードにして結構試合とかを練習しようかなと思ってるんで、普段のラウンドでもこの緑色のランプがついてる時、あ、心ちゃん今直線距離しか見てないんだって思ってくれると嬉しいです。はい、コースで実際に使ってみた映像があるので、よかったら見てみてください。本当に全然前の、まあ結構前のモデルだったんで、私が持ってるのはかなり進化したなという印象を受けました。皆さんこんにちは、三枝心です。ニコンの最新のレーザー距離計ですね、それを実際にラウンドで使ってみたいと思います。中が丸い緑の円が出てきて、後ろに距離を測らないようにちゃんとなってる。これ今高低差出るようになってて、ここランプ光らないんですけど、直線距離を測ってるときはランプが光ってます。あ、出た、本当だ、133.4、直線が144って右の上に出てます。すごいよこれ、高低差が一発出てる、緑の円があるから160ヤード、緑の円があって、よく私後ろ測っちゃうんですよ、それがねすごい軽減される。160ヤードだけど1番手上げます、4番ユーティリティで。あんま振らなかったでしょ、ほらナイス、いいですね、これから試合で距離計が使えるのですごく楽しみです。まあこれできっとプレーファーストにもなりますし、自分がこう、なんか補足なんか合ってるかなって不安な時でもしっかり確かめれるので、すごく試合の私の味方になってくれる一台になると思います。まあプライベートのゴルフ、普段のゴルフ、まあ、いろんなゴルフは楽しみ方ありますが、競技に出る方はぜひこの一台使ってみてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。